サトシキリンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、ストレートネックを改善するためのリンパケアということで、ちょっとグッズを用意してありますが、まあストレートネックっていうのは背骨のせいだってみんな思ってる人が多いんですけども、実は首の空が立たないことによってストレートネックが起きやすくなっているということですので、それを実験しながら皆さんとやっていきたいというふうに思っています。ストレートネックがなぜ起こるかという話なんですけども、頭っていうのは非常に重いんですよね。頭っていうのは5キロから6キロあるということで、まあ、これが 2リットルなので、ということはこれ3本分ぐらいあるという話です。でこれを首で支えているという話なんです。もう実際に首で支えているんですが、背骨では支えてないというお話です。2キロのものが簡単に乗るわけですね。いいですね。これ紙ですよ、皆さん。で、全然強いわけですよ。で、これは乗ってるっていうのが空が立っているということです。ペットボトルが頭で紙コップ、そういうことですね。ペットボトルが頭で紙コップが首だと思ってください。ところが空が潰れるとどうなるかっていう話ですね。空というのは空間のことです。この筒のことですね。首空ですね。首の空が潰れるとどうなるかっていうと、首の空間がこうやって潰れた途端にこれはぐしゃっと潰れてしまうということです。よろしいですか。それが今首、これが首になってて、これがストレートになってるよって話なんですよ。頭が前側に起こってるのは背骨でもなく肩こりのせいでもなくって、空が潰れてるから、潰れてる空を立ててあげればもう一回これは乗っけることができるんですということです。背骨で立ってはいないという形になりますので、頭っていうのは非常に重いものがこういうふうにあって、ここに背骨がある状態ですね。でこれ全体で立ってるんで、これを強化するにはどうしたらいいかって言ったら、周りをの筋肉を軽くキュッて締めてあげれば上向きにこのポンって上がるんですよ。でこれがちゃんと立ってれば、あ、全然こんな薄い紙でですね、めちゃくちゃ弱い紙で別に骨じゃなくったって耐えることはできますし、骨はこの後ろ側にあるわけですよ。ここに骨があるので、この位置に骨があるので、これを強化したところでこっちが潰れたらやっぱりこういうふうに前に倒れてくるんですよ。となるとこういうふうに首がなって、頭が前へ出て、ここが潰れるからこの肉がブニュブニュって二重顎になるという形になりますので、内側の筋肉をちゃんと円筒にすることでケアができるという形になりますので、そのケアをやっていきたいと思います。まあ、ビクビケアと言いまして、まず咀嚼筋を、基本のリンパケアをやりまして、咀嚼筋ですね、咀嚼筋をちゃんと緩めていくっていうことをします。それからビクビのケアって言って、ここの筋肉を上下に軽く深呼吸をして、こう立てるんですね。こう首をこういうふうに立てるっていうこと、これで深呼吸をしていきます。わかりますかね。これがですね、こう潰れてるのを横からこういう軽い圧迫が起こると、これは勝手にこの中で空気が入ったり出たりすると、これが広がってくるって形になりますから、ここを立てて、ということをしてあげると、ここの首がキュッと立ってくる、立つっていう、空が立つって感じになります。でこれでこっちもこう 手を広げてこうですね、こことここ鎖骨と顎の角をちょっと伸展させる感じにして、伸展で引っ張っちゃいけない、ストレッチしちゃいけないですよ。ただ軽くふっと触れて深呼吸して、撫でてあげて、今度は立てるってことをします。そうすると首がスッと立つようになりますので、これだとこういうふうにならないんですね。そうすると頭がストーンとこの首の上に乗っかる形になりますから、ものすごく軽く頭が支えられるようになると。で、ストレートネックっていうのは症状であって原因ではないということですね。空が潰れてることによってストレートネックが起こって
後ろ側の筋肉がカンカンに張っているという形になりますので、後ろ側の筋肉が張ってるんじゃなくて全体で筋肉が支えていれば、頭っていうのはすごい重いものでも耐えることができる。紙コップですらこれが、まあ、実はこれ3本乗るんですよ。この上に板を置いて3本乗っけると、この紙コップでバランスを取れば乗ることができますので、皆さんの首っていうのは非常に強いもので、強いのは骨が強いんじゃなくて、こんなのただのブロックですからね。こんなのブロックは空が潰れればブロックはずれてしまってストレートネックになるという形になりますから、このケアをしていただくことによって、どんどんと体っていうのは首だけじゃなくて体全体が空が立つようになると、全く力を入れずにストーンと立てるようになりますので、そのことをやってるのが我々の空を広げるというリンパケアの一番基本概念になりますので、そのケアをやっていただくとストレートネックとか肩こりっていうのが改善していきますよというお話になります。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画ね、良かったなと思ったら高評価ボタン、それからですね、コメントありましたらコメントどんどん書き込んでください。僕必ず読むようにして返信しますので、それからですね、チャンネル登録がまだの方はチャンネルの登録の方よろしくお願いいたします。